90号では89号の左舷外側のスクリューシャフトを支えるブラケットを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に89号で管理艦艇に取り付けたスクリューギアボックスのネジを外し、ギアボックスを取り外します。続けてスクリューシャフトを引き抜きます。次にパーツ03のパイプに万能接着剤を少量塗り、パーツ01のシャフトブラケットに差し込みます。組み立てたブラケットに取り外したシャフトを差し込み、シャフトがスムーズに回転するか確認したらシャフトを抜いておきます。次にパーツ02のエディプレートの突起部に万能接着剤を少量塗り、艦艇の左舷外側に取り付けます。次に組み立てたシャフトブラケットの足の部分に万能接着剤を少量塗り、左舷艦艇の外側に接着します。ここでブラケットの前後の向きをよく確認してください。次に取り付けたエディプレートとシャフトブラケットの接着剤が乾かないうちに一旦外したスクリューシャフトを差し込みます。次に一旦外したギアボックスを元通りにはめ直し、取り外したネジで固定します。最後にスクリューシャフトがスムーズに回転するか確認してください。これで90号の作業は終了です。アッシャー。